皆さんこんにちは、あきすけです。本日は新キャラなしでも勝てるパーティー5選、ちょっと用意してきたんで紹介していこうかなと思います。確か前回ガチで勝てるパーティー5選みたいな感じで、まあ動画上げたんやけど、やっぱりコメント欄でちらほらと新キャラなしでも勝てるパーティーが、まあ今は知りたいという要望がね、まあ、割かしあったんで、じゃあそっち方面の動画も撮影していこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。他にもこんなランキング作ってほしいっていうのがあれば、どんどんコメント欄に書いてっていただけると助かります。それではまず最初のパーティーから見ていきましょう。こちら悪の系譜パーティーになります。まあ、新キャラクターはゼロですね。まあ、一応、まあ、一番新しいキャラクターとして第一形態フリーザは存在するんですけど、まあ、こいつは無料キャラクターなんで、ミッションこなせば手に入るキャラクターなんで、ちょっと今回は採用しております。で、悪の系譜パーティーなんですけど、やっぱり今の環境フルパワーフリーザがすごく強いんですよね。まあ、なので、悪の系譜は今の環境結構戦えると思います。で、それこそ例えば新キャラクターなしとは言ったものの、ウルトラゴジータだけ持ってますとか、悟空ベジータだけ持ってますとか、まあ、そういう人は多分いると思うんですよね。だからそういう人は、色かぶってるところ抜いて新キャラクターをリーダー枠に置いて PVP 立ち回るっていうことで、まあ、悪の系譜統一ではなくなるんですけど、まあ、さらに、強化されるんじゃないかなとは思います。で、入れ替え候補なんやけど、正直悪の系譜に関しては、まあ、結構少なくて、そうやな、まあ、例えば、まあ、緑枠をメタルクーラーにしてあげるとか、そのぐらいじゃねえかなって正直思うんですよね。こういう感じね。まあでも、無料キャラクターなんで、絶対手に入るんですよね、こいつは。まあ、だから緑は、まあ、入れ替えることもないのかなっていう気はしてます。ただ第一形態フリーザが全開覚醒完璧にできてないよみたいな人多分いるとは思うんやけど、まあそういう人は紫をリーダー枠に置いて何か他の紫強いキャラクターを、先ほども言った通りリーダー枠に置いていく、まあ、例えばそれこそ悟空ベジータだけ持ってますっていう人は悟空ベジータをリーダー枠に置いて、紫を省く、まあそういうやり方も、まあ、あるのかなっていう、こういう感じね。こうすれば悪の系譜とかフリーザ軍の Z アビリティはしっかり乗ってくれるんで、まあまあまあなくはないのかなっていう気はするんですけど、まあ正直統一にした方が個人的には強いと思います。で、一番入れ替えたいなって個人的には思ってるのがやっぱり青枠最終形態クーラーね。まあまあ弱くはないんやけど、ちょっと今の環境だとやっぱりすごい初期の頃に全開覚醒したっていうのもあって、ちょっと頼りない、火力も普通やし耐久ないし、ちょっと厳しいかなっていう感じはするんで、まあ、ウルトラゴジータだけ持ってる人はぜひともここをウルトラゴジータにして、こういう感じで使っていけば相当強い悪の系譜として使えるんで、まあまあこれが理想的かな。ただまあ持ってないよっていう人でも悪の系譜でしっかり固めてあげれば Z アビリティもしっかり乗るし、強いところは強みとして残ってるんでね、戦えるパーティーになってるんじゃないかなと思います。ということで悪の系譜パーティーでした。お次のパーティーはこちら GT パーティーになります。スーパーウーブ、ゴジータ4、悟空3、龍拳悟空、悟空4、体力上げの悟空という形になります。赤色は省いております。まあ今の環境は赤色あっても正直戦えないことが多いし、出さないことの方が多いんで、まあそれやったら黄色2枚出せるように、龍拳悟空を採用してあげるっていうのが結構いいんじゃないかなって思います。で、今の環境を、まあ、前回の動画でも説明した通り黄色と緑の並びっていうのが非常に強いんですよね。まあ、だからスーパーウーブとゴジータ4を紫染めとか、青紫染めとかに出してあげて、あと1体は、まあ、その時の気分。その時の気分で選んであげるっていうのも、まあ、悪くないのかなって個人的には思います。
やっぱりスーパーウーブとゴジータ4っていうこの並びは今の環境の、まあ、メタになってると思うんで、なかなかいいんじゃないですか。でまあ最悪龍拳ウーブゴジータ4っていうこの黄色2枚緑1枚っていう形でも紫染めとか青紫染めにがっつり戦っていけるし、まあ、なんなら不死身向こうのキャラクターがいたとしても、龍拳でしっかりコンボかわしたりライジングすかしたりできるんで、まあ今の環境龍拳強いよ結構。やっぱりユニークフラグメントが追加されたことによって火力も取れるし、まあある程度の耐久も確保されたんで、そこそこいいんじゃないかなって思います。で入れ替え候補なんですけど、まあこれも先ほど言った通り、新キャラクターまあどれか持ってるなっていう人は採用してもいいんじゃないかなって思います。まあ、例えばゴジータじゃないわ、あまあゴジータもか、ゴジータ持ってるよっていう人は、うん、こうしてあげるだけではい合体戦士の完成みたいな感じになるんで、まあこれも悪くないと思います。でそれかまあ紫枠を、悟空ベジータにして、まあサイヤ人上げあるんでねこいつ、あなかったっけ、なかったか、ないわ、はいないですね。まあだからリーダー枠に置いてあげてみたいな、うん、使い方もまあ悪くないのかなって個人的には思います。まあ1体も持ってないっていう人は入れ替え候補的にはどうだろうな、まあなんかバカ野郎とかも採用していいんじゃないかなって個人的には思ってて、うん、こうやってまあ雑に強いよねこういう形でも。まあこれもまあなかなか悪くないのかなって思います。で紫使わないよっていう人は、紫の枠をマタナにしてあげて、ゴジータ4に全開アビリティを乗っけてあげるっていうやり方も全然間違ってないと思うんで、まあ、とにかくウーブとゴジータ4の並びが今の環境強いんで、まあ、GT パーティーは戦えてますよっていうお話でした。ということで GT パーティーでした。お次のパーティーはこちらサイヤ人パーティーになります。まあ、サイヤ人パーティーも今の環境やっぱり全開アビリティとか全開覚醒の圧倒的なステータスでまあ、戦えてるんじゃないかなっていうパーティーですね。並びがリーダー枠にスーパーベジット、バカ野郎、ゴジータ4、ナンバーワンベジータ、マタナ、大量かけのラディッツということで結構強いと思います、このパーティーでも。うん。でまあ入れ替え候補になるんやけど、何回も言うようやけど新キャラクターを持ってる人は、まあ、リーダー枠ないしは、パーティーのどっかの枠に採用してあげるっていうのが結構強いと思います。ただホープソードに関してはちょっと噛み合いが悪いんですよね。こいつあれなんで未来もしくはベジータじゃないと、これですね、踏ん張りがつかないと。でサイヤ人パーティーに根血サイヤ人入れるのもちょっとなんか違うと思うんで、まあウルトラゴジータとか悟空ベジータ持ってる人は、どっかに採用しても全然戦っていけると思います。っていうかそっちの方が戦えると思います。ただ、まあ、新キャラクター1体も持ってないと、フェスティバルのキャラクター一体も出なかったっていう人は、こういう形で組んでもなかなか戦えるパーティーになってるんじゃないかなとは、個人的に思います。まあ、個人的にはねそのナンバーワンベジータの枠がちょっとしょぼいかなとは正直思うんですよね、さすがに。まあ、だからこういう形にしてあげても全然いいんじゃないかなって思います。こいつ確かなんか持ってたよね。GT と孫一族なんで、まあ、ベジットには乗らへんけど、その他諸々にはしっかりと乗ってくれると。で、ベジットに関してはリーダー枠に置いてるんで、Z アビリティしっかり乗ってくれるんで、こういう形でも問題ないと思います。うん。まあ、ここは好きな方取ったらいいんじゃないかなっていう。ナンバーワンベジータを経由して回復しながら、粘り強く戦っていきたいっていう人は、ベジータでいいと思うし、まあ火力も取りたいと。でまあ救出いた方がちょっと安心するなっていう人は龍拳悟空採用すればいいと思うし、うん、今の環境龍拳強いんでね、こういう形でも何も問題はないんじゃないかなって思います。それ以外の入れ替え候補になってくるとまあなかなか難しいですね、正直正直難しいな。赤色いらないんだよな。うん、赤色いないんですよね。まあこういうキラビジでもいいんじゃないですか。まあ、ちょっと Z アビリティの噛み合いはすごく悪いけど、うん、まあキラベジでも全然戦っていけるとは正直思いますね。ゴジータブルーとか
っていう感じかな。まあ新キャラクターなければ全開覚醒はしっかりしてねっていう形になっちゃうのがちょっとここ心苦しくはあるんやけど、まあまあまあこういうサイヤ人パーティーの形でも全然今のパーティーでは今の環境では戦っていけるんじゃないかなって思います。ということでサイヤ人パーティーでした。お次のパーティーはこちら、再生パーティーになります。パーフェクトセル、変身ピッコロ、ピッコロ大魔王、ブー純粋、覚醒ブー、体力上げの21号ということで、まさかの再生パーティーがランクインということで、今の環境ね、変身ピッコロとピッコロ大魔王、こう黄色に前出しっていう並びがすごく強いんですよ。でまあ僕のブーはちょっと覚醒ランク1で止まってるんですごくものすごく見栄えは悪いんですけど、まあ覚醒ちゃんとしてる人はブー出してみたいな形でいくと結構戦いやすいと思います。で入れ替え候補なんですけど、まあそうだな、紫かな、入れ替え候補あるとすれば紫をまあ合体ザマスとかにして、うん、覚醒のパワーで殴って守ってっていう動きができるんで、まあこっちでも全然ありかなって思います。ただパーフェクトセルね、悟空ベジータに対して特攻あるんだよな、確かないわあるわ、一応あるわ。根血サイヤ人もしくはサイヤ人に対する余ダメージ 20% アップということで、悟空ベジータだけじゃなかったね、ウルトラゴジータとかに対してもまあそこそこ、火力を放り込むことができるということで、まあこの辺はどっちでもいいんじゃないかなって思います。自分が信じてる方を展開すれば全然大丈夫だと思います。でまあ阪神崩壊サマスは正直いらないかな。で復活の完全体セルも正直もう今の環境はもうめちゃくちゃきついんで、でゴジータ4多いでしょ環境に、逆にデメリットになりかねないって考えるとちょっとって感じかな。耐久も全然ないんで、まあ、多分が再生パーティーで組むんやったらまあこういう形もしくは紫枠をリミテッドのパーフェクトセルにしてあげるっていうぐらいでいいんじゃないかなって思います。とにかく変身ピッコロとピッコロ大魔王が強いんで、まあ、この2体がいればまああとはなんとでもなるんじゃないかなって思います。今の環境ほんまに強いんでね、新キャラ持ってないっていう方は再生パーティー組んでみてください。それではお次のパーティー最後ですね、最後のパーティーはこちら、孫一族パーティーになります。リーダー枠、石板ご飯、バカ野郎、またな、復活ご飯、親子ご飯、覚醒5点という形になってます。強いと思います、普通に。うん、やっぱり石板も入ってるし復活も入ってるし、まあ、またなバカ野郎親子も入ってるし、まあ、弱くはないと思うんですよね。ただまあ新キャラクターほどのパワーはないとはいえ、やっぱりまだまだ強い現役のキャラクターたちが揃ってるのかなって思います。まあこのパーティーこそやっぱり悟空ベジータ持ってれば嬉しいよね、まあ、だから 5点あたりをまあ悟空ベジータとかに変えてあげて、まあ、紫緑とか黄色とか、まあ、そういう形でも戦えるし、なんなら復活ご飯外しちゃってもいいしっていう形で結構戦いやすいパーティーにはなってると思います。で再生パーティーとかまあの時でも言った通り、赤色がちょっと出すタイミングっていうのがね今の環境だとすごく少ないんで、まあ、なんならもう赤色外しちゃって、あとはそうやな、まあ先ほど言った通り5点かな、うん、5点とか採用してあげれば、まあ、紫はしっかりと全開アビリティも乗るし、こいつ確か Z アビリティ孫一族よね、うん、まあだから全体にもバフが乗るし、まあこういう形でも問題ないのかなって思います。ただまあ新キャラクター1体も持ってないよっていう人はこういう形で全然大丈夫だと思います。もしくは石腕ご飯持ってないなら、たびたび登場する龍拳悟空ですね、こういう形、まあ、こういう形でも問題はないのかなって思うかな、まあ、やっぱり石腕の方が強いとは思うけどね、もちろん、まあ、だから復活ご飯と、リーダー枠の黄色、まあ、どっちにしろコンボカットしてくれる性能っていうのは特に変わり映えはないんやけど、まあ、龍拳やったら救出で、石腕やったらカバチェンでカットしつつ復活で耐えつつ
その他の全開覚醒のキャラクターで殴っていくっていう形が取れるんで、まあ今まで紹介した新キャラなしでも戦っていけるパーティーに比べれば安定感はあるのかなって個人的には思います。はい、っていう形ですかね。正直ね、結構悩んだわ、新キャラクターなしで戦えるパーティー。まあでもよくよく考えてみると、まあ、そこそこあったね。うん、孫一族もね、見た感じ結構強そうやし、再生パーティーも黄色2枚がすごく強いし、サイヤ人パーティーもね、ゴジータ4とかスーパーベジットとか、まあ、今でも輝くキャラクターを採用できるし、 GT パーティーもね、スーパーウーブとゴジータ4っていう並びが作れるし、悪の系譜はまあ諸説ありだと思うんですけど、個人的にはすごく強いと思ってるし、この新キャラクターの無料のポットフリーザがすごい強いんですよね。すごい強い。最近の無料キャラクターはね、黄色のカマロゼとかしかり、結構強いキャラクターが多いと思うんで、なかなかやっていけるんじゃないかなとは思います。まあ個人的におすすめなのは系譜かな系譜かな。無料ポットフリーザ出して PVP のポイントを 30% 多くもらうっていうこともできるし、うん、マークの系譜がなければ、まあ多分一番勝ちやすいのは GT パーティーだと思います。やっぱりスーパーウーブとゴジータ4っていう並びが使えるっていう時点で環境トップクラスなんで、まあ、そこは間違いないのかなとは思うんですが、いかがだったでしょうか。まあ新キャラ1体でも持ってればね、どっかに組み込めればさらに強化ができると思うんで、まあその辺は諦めずやってってもいいんじゃないかなっていう、勝てるんでね、ちゃんと、はい、思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。まあ、何か他にもね、こんなランキング作ってほしいっていう人がいれば、コメント欄にどんどん書いてっていただけると助かります。お疲れ様でした。バイバイ。